マゾディビでーす。今日はですね、また簡単レシピを実際にね、やっていきたいと思います。で、今日作るのはですね、簡単手羽元のオーブン焼きでーす。手羽元のオーブン焼きということで、かぶりつくこういうお肉をね、作っていきたいと思います。よくね、カナダに住んでる時にね、ホストマザーのね、お母さんがこういうの作ってくれて、久々に食べたいなと思って今日作ってみたいと思います。ということで、材料はこちら。では実際に作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。まずね、このような袋をね、開いた状態でこのように用意します。で、そこにいろいろと調味料を入れていくんですけど、まず醤油大さじ5杯、砂糖大さじ5杯、ケチャップ大さじ3杯、酒大さじ1杯、生姜小さじ1杯、ニンニク1杯入れます。で、これを少しこのように混ぜて、軽く塩コショウした手羽元を入れていきます。よし。で、この手羽元を袋の上から少しこのようにね、均等に混ざるように揉み込んで、これをね、30分間漬け込みます。さらに半日から1日漬けるとさらに良くなるみたいです。では、この手羽元しっかり漬け込んだんで、オーブンで焼いていきたいと思います。オーブンのね、鉄板の上にこちらクッキングシートを敷いて、ここの上に手羽元をこう並べていきます。このようにね、はい、並べていきます。だいたい180度のオーブンで焼くんで、180度にね、こう設定、予熱しておいてください。このね、今このタレの香りがね、焼肉屋さんのタレの香りがしますね。このように並べて、余ったタレをこうかけていきます。まあ、こんぐらいかな。こんぐらいかけていきまーす。オーブンに入れまして、180度で30分、スタート!しっかり焼けるか楽しみでーす。じゃじゃーん!ということで、このように手羽元しっかり焼けました。若干ね、漬ける時間が短かったんで、染み込み度で言ったらそんなにね、肉にね、汁染み込んでないんですけど、とってもね、いい香りがして美味しそうですね、これね。ほら。なんか甘い香ばしい香りっていうんですかね、まあ、このように手羽元ね、焼けましたね。うまそう。昔カナダで見たのにそっくりです。ではこちら完成した手羽元、いただきまーす。うん、めっちゃうめえ。ジューシー。味付け具合もね、本当にちょうどいいですね。ニンニク、生姜、そしてこの甘い砂糖の香りと香ばしさ、すべてがね、ちょうどいい。まあ、カナダで食べた味付けとは全然違うんですけど、これ非常にうまいっすね。はい、ということでね、非常に手羽元美味しくできました。こんなに簡単なのにね、こんなジューシーに出来上がるのは本当に驚きでしたね。ぜひ皆さんもやってみてください。これは本当に最高でした。はい。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はね、簡単レシピということでやっていったんですけど、まだまだ他にもいろんなのを作ってるんで、よかったらご覧ください。ということで、以上、マーソー TV でした。バイバーイ。